わけで、今そのゲームの中の世界にやってまいりましたが、はい、右下にいるのがこれね、今一緒にいるパーティーの仲間がここにいて、今は、イオンと、あとこれイオンの自分なんですけど、あのアーシェスっていうこいつね、この金色の、そうそうそう、はい、そういえばこいつだけで行動してるから2人なんです。足が少し出てるんですよ。これフィールド歩いてる時にこうやって、そこだけ少し日焼けしててびっくりしちゃったの。確かに、まあ、内容がニーションで日焼けしたって話で相当今RPG 感がゼロになりました。何言ってるんですか。よく考えてみてくださいよ。RPG って普通にフィールド歩きますよね。当たり前ですけど、でもその間ずっと無言で歩いてるんですか、パーティーの人たちって。本当だ、確かに喋りますよね。こうやって喋りますよ。確かにイオンちゃんも今まで家の中にいたけれども、外に飛び出したら日焼けもするわ。そうですよね。間違いない。しかも、そういくら真面目な RPG だからといって、常に魔王を倒す会議をしながら歩いたりしないんですよ。疲れたらそうだわ、そうだわ、それはね、ニーソ伝染しちゃったよとか、なんかそういう話もするわけですよ。ニーソ伝染って何ですか。ごめん、すっごい薄い感じ、ね、今なんかいろいろ混ざった。おすすめのね、戦闘シーン行ってみましょう。はい、さっき強い歌魔法を、ぶっ放して、で敵をバーンって一掃するゲームだよって話をちょっとしましたけれども、戦闘の花なんですね。で、ルールがあって、で最初は、主人公が、まあ、ここであとイオンですね、ヒロインを守って戦います。そうするとだん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 歌魔法が強くなって、で歌魔法をヒロインが溜めて最後にえいって一気に打つ。それちょっと特殊な戦闘なんですね。で歌魔法こんな感じでいろいろ選べます。まだこれで全部じゃないんですけれども、なんか変なのいっぱいある。この飛行延期っていうやつか、雨の村雲のみくじってやつか、その2つもどっちかにしようか。どっちがいい。じゃあなんかここのとこ雨とか雪とかがね、続いてるから雨の村雲が行きたいです。わかりました。全然感じ違いますけどね。本当だ。雨とは関係ないけど。天だ。はい。まあこんな感じで歌魔法を召喚するんですね。これはイオンが呼び出した歌魔法。まあ召喚獣だと思ってください。召喚獣。ちょっと違うんだけど。みんな歌うんですか。今イオンが歌ってこの子を紡ぎ出してるんです。だから魔法の幻想の、まあ、妄想から生まれたものみたいな感じですね。で今ロボットがいますけど、こいつさっき言った主人公のアーシェス でこいつがこうやって攻撃するわけです。こんな感じで、これ結構爽快感を重視してるんで、すごいですね。そうです。で何か普通になんか戦ってるように見えるかもしれませんけど、いろいろと実は戦略を立てて、なるべくたくさん倒せるようになったで戦ってるんですよね。例えば今横一列並んでるじゃないですか。そうすると横一列攻撃とかできる。ああ本当だ。その横一列の攻撃を、うまく効率よくやるために、今一個手前にいますよね。あいつをこうやって押し出すことができる。あすごいすごい。やった後に一列。えこれは手前に出てきた。たまにねこうやって後ろから敵がボンボンって前に来るときは、上になんかドミノみたいになっちゃうんでしょ。そうそうそう。で、あれっていいわ、エネミーですね。そうです、ウェーブ数ってやつで、今この画面の後ろ側に待機してる敵なんです。わ、じゃあこんなに来ちゃうんだ。そうです、だからこのままこうやって攻撃してると、どん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 後ろから敵が まあこんな感じでですね、やってると倒すと新しく敵がボンって来ちゃった。これでもじゃあいつまで経っても来ちゃいますね。そうです。で、あそこの上に今赤くなってるところが3つありますよね。上のドミノのところに、あれが今イオンが貯めている歌魔法で一掃できる範囲。まだ3つエリア。まだ3つですけど、今ここにいる敵いますよね。この敵3つ分もうすでにイオンは倒せるだけの魔法を蓄えてます。ということです。ちなみにセンテージ出てます。そうですそうです。ちなみにこれ全部倒さないと、なんていうんですかね、ゲームクリアにならないとか戦闘クリアにならないわけじゃなくて、これ実はウェーブ1個分だから、今ここにいる敵を倒した状態で例えば歌魔法を発動して終わりにしても当然クリアなんです。ああなるほど。でだけど倒したい人はいつまででもどん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 倒していい。やめたい時はいつでもやめれます。例えば今3つあるじゃないですか、あそこに
この段階で歌魔法を打てば、その最初から3ウェーブ分っていうんですけど、この敵の塊3つ分だけ倒して、雑魚戦が終了します。そんな感じで、そっか、最初どのくらいまで貯めたらいいんだろう、私悩んじゃうな。あのぶっちゃけ言うと1ウェーブ、要するに今ここにいる敵を倒すだけでも十分クリアだし、それで普通のロールプレイングゲームの2000とかなんですよ。だからそれでも全然 OK です。あ、なるほど、うん、じゃ あの、まあ、最初から無理しなくてもいいってことですね。あの上が1個だろうが2個だろうが、あそこが赤く溜まったらもう発動しちゃえばいいんです。なるほど、あのこうやってスタートボタンを押すと 歌発動っていうのがあるので、これで発動するんですね。なるほど、いきます。はい、いきますのよ。こんな感じで今1,2,3,4,5ってなってるのが、あの後ろにいる敵の数です。で、まあ最後にちょっと変な感じです。かわいい。急になんか戦闘シーンのあの白熱した感じが、ね、命がけだったはずなのに、ね、かわいい。まあ、これね、歌魔法によって全然演出が違うので、今のたまたまおみくじの歌魔法だからね、あれ大凶までありますから。あ、怖っ。食べるのは毎回違う、毎回違います。うわ、凝ってますね。うん、他のやつは他のやつでちゃんとオチがあるやつとか、もうただひたすらかっこいいやつとか、なんかちょっと自分で遊べる要素が入ってるとか、いろいろもう思考を凝らしてるんで、じゃあまたこう敵が出てきたらっていう、まあ、こうやってね、フィールドを歩いて探索して敵が出たら先に倒してって、まあ、本当にごくごく普通のロールプレイングゲーム要素を持ったりっていう感じですね。なるほど、本当になんかちょっと今までにない RPG の戦闘だなっていうのはすごく感じました。ね、はい、やっぱりその辺が一番ね、うん、あのこのゲームの売りでもあるので、うんうんうん、あのそういう感じでこのちょっと変わった感じの戦闘をね、うんうん、あのぜひ初めての人も体感してほしいなと思います。わ、はい、かりました、はい、じゃあもう一個気になってた、はい、みそぎをちょっと見せてほしいなと思うんですけど、はい、お願いします。はい、みそぎのお時間でございます。はい、なんで声が上ずってるの。なんかイオンちゃんがみそぎって言うとちょっと緊張しますよね。うん、はい、確かに。ただ今、うん、主人公の、はい、アーシエス、アーシエスさんがいらっしゃるところは、はい、私が思うに、はい、セットみそぎ場です。あ、ここがそうなの。はい、私前一回見たのと違う、全然違う、前温泉みたいな感じなんですよ。そうですよ、みそぎ場は全部で世界に10個ぐらいあって、あー、なるほど、みそぎ場巡りとかできますから。あ、じゃあここはたまたま選んだ。なんであの一番わかりやすいとこ選ばなかったんですか。いやいやいや、全然面白いとこじゃないですか。いやいや、面白いとこってまだ確かに面白い。これなんか別じゃないんですか。ねえ、一緒なの。なんだ、こういう風。さっき言うのは、あのお互いの、まあ、あの心の中にね、あの歌魔法っていうのは自分の思いをいかにこう強くして、はい、で強い魔法を打つかだから、うん、心の中に強い思いを入れるっていう行為なんですよ。で、それを、このみそぎっていうシステムでやります。で、みそぎは信頼できる2人がお互いにお互いの体の中に、まあ、思いの心の中にですよ、あの強い思いをふってこう入れてあげる。なんすか、めっちゃドン引きしてる。ドン引きしてるんじゃないんですけど、すごい今熱弁してくださっていい話なんだと思うんですけど、見てる画面これなんですよ。いや、いい画面じゃないですか。ね、何がおかしいんだ。なんだろう、なんで、なんで私おかしいのか。さっきの PV のシーンだったら全然おかしくないじゃない。温泉じゃなくて銭湯だからだよ。うん、そうと思います、うん。しかも結構お湯浅い感じ。ちょっと抜いちゃってるよね。今まだ溜まってる最中だね。そうだね。なんかすごい突っ込まれたくないところにもね。足首ちょい湯だもんね。確かに。足湯かもしれない。たまらない。足湯だから。足湯か。そあ、なるほど。こんな感じでですね、あの、まあ、みそぎる場所が決まってます。あの腕とかお腹とか足とかね。すごいいいポリゴンですね。すごいポリゴンですね。どう反応したらいいか分かんないよ、新鮮ね。ごめんなさい。でも、素晴らしいと思いました。技術的な解説をすればいいのかしら。もしくはイオンちゃんのこう可愛さをこうリアクションしてあげればいいのか。そうですね。素晴らしい。この足見た時にとってもいいと思いました。あ、ちょっとカモシカのような足。うん、でいて、あの細かいディティールにすごい凝ってるんですよ。太いところと細いところが割と均一じゃないっていうところ。足道ですか。そういうわけじゃないんですけど、これはすごいデザイナーさんマジ神と思いました。こだわりが感じられますね。すごい、うん、いいと思う。しかも膝のところのくぼみの具合とかも万人一緒じゃないっていうことよく分かってると思う。はい、素晴らしい。こんな素晴らしい。初めて見たかもしれない。熱い。こんなに熱い足の見方はしたことないわ。いや、これいい足ですよ。本当。うん、
あのお腹のね、ちょうど肋骨のところのあのへこみ具合とかもなかなかあそこまで、まあいわゆるキャラクターで表現することってないんですよ。やっぱり可愛く見せたいからスーってスーって細くやりたがるところなんですよ。急いでいいですか？どうぞすごい、あのね、これは新しいプロモーションの仕方をちょっと俺は今日ね、見た気がする。でもこれだけでちょっと30分語っていただきたいぐらい。確かに素晴らしい、ね、よかった、ミンゴスさんおすすめ、今の体、うん、はい。でですね、はい、こうやって例えば今腕にね、見とれちゃうね、こうターゲット当ててるんですけど、はい、こうやっていろいろなこう結晶があるんですよ。でそれぞれ入れる結晶によって何がパワーアップするかが違ってて、左下のところに効果って書いてあって、まあ、例えば栄翔速度レベル1とか最大ヒットポイント軽減力とかあるんですけど、まあ、入れるものによって戦闘中でいろんなものがこうパワーアップしてる。それをこうやって5箇所満足にしてくれば、こんな感じなんですね、入れていくことができる。どうしたの、出てよかった、そうだね、痛くしないでね、やめましょう、すいません、なんか水をおぎましょうとか言わなければミンゴスさんに語っていただけたらいいかな。なんか妙に恥ずかしいな、なんでだろう。こんな感じでですね、神聖な儀式は続いていくわけなんですけれども、まあ、こうやってですね、全部で、ね、5箇所こうやって入れられるわけですね。そうすると最大で5箇所、まあ、最初は実は2箇所しか入れられなくて、レベルが上がっていくとだんだんね入れれるようになっていくんですが、まあ、基本的には、この5つ全部入れれるだけ入れちゃってですね。でもなんかそこが一番セクシーというか、ドキッとするぐらい、おへそ、うん、おへそ、まあ、こんな感じですね、入れていくわけです。うん、足の見方かわいい、かわいいね、すごくいいですこれ、はい、感じですね。いや本当に自分が想像していたのとは全く違いましたが、素晴らしいポリゴンです。ポリゴン、結局ポリゴン、ありがとうございます。みそぎっていうからなんとなくだけど、うん、こうお互いに向き合ってシャーンっていう、いわゆるなんかこう、うん、そういうね、うんうん、イチャイチャするようなねとか、うん、なんかそういう例えばピットポイントが減った時にそこに行けばそれがマックスになるイメージだったんですよ、うん、イメージがね、はいはい、もう深すぎた、思ってた以上に深かったです。深くって大事です。深かったです。そうですね、うん、なので本当にいろんな要素が詰まったゲームだってことは、そうですね、十二分にありがとうございます。いました、はい、はあ、そしていろんなフェチをお持ちだってこともよく、そうですね、そこはもう関係ないかな、関係ないですか、うん、はい、というわけでですね、はい、まあ、本編の方でもお二人と一緒にね、はい、ゲームについて話していきたいと思いますので、はい、ぜひ皆さんも3月6日に発売されますプレイステーション3用ソフト、アルノサージュ生まれいずる星へ祈る歌、ぜひご予約の方をね、はい、お願いします。よろしくお願いします。